おはよう、こんにちは、そしてこんばっけん。どうも、私バッケンでございます。さあ、今回はですね、ファミコンで発売されたオリジナルのロボットが出るシューティングをね、何本かやっていきたいなと思います。まあちょっとね、なんかややこしい感じのタイトルですけども、まあ見ていただければなんとなくわかるんじゃないかなというふうに思います。そしてですね、最初にやるゲームなんですけども、最初にやるゲームはこちらのゲーム、こちらジャレコからね、発売いたしましたフォーメーション Z ですね。それではこちらやってみたいと思います。スタート。さあ、このゲーム、まあ画面だけ見たらね、恐ろしく地味に見えるんですが、なかなかね、このロボ好きのツボを押さえてるんですよね。まずね、このジャンプボタンを長く押してると、今みたいにね、ロボ形態から飛行形態に変形するという。そしてさらにね、意外とこれ弾連射効くんですけども、おっと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 、長くボタンを押してるとこのように溜め打ちがあったりするんですよ。で、なぜ今ね、空飛ばないのかっていうとね、今右下に99っていうのが見えますが、あれね、空飛ぶとね、すごいスピードで減っていくっていう、どこぞのおばきゅうかっていう感じですけども、まあ、なのでね、体力というかね、エネルギーの管理が非常に重要になるという。ただこれすごいのがさ、上の方に行くとさ、こう空の上の方まで行けたりするっていう、いわゆるメガドライブのサンダーフォース4のような感じですよ。さあ、もう少し飛べば、来ましたね、地上に戻ってきましたね。さあ、ここからまたできる限りね、体力を残して進んでいきたいんですけども、あのオレンジのやつ邪魔だな。あとここ何気にね、見てもらったらね、わかると思うんですが、30スクロールぐらいしてるんですよね。可愛い感じのスフィンクスがいますけども、だからまあまあ、細かいところ見てみるとなかなかすごいゲームだなと。ただ地味ですけど恐ろしく、まあ、その地味の要因がね、 BGM がね、ないっていうことが一番大きいと思うんですよね。さあ、ちょっと空を飛びましょうか。あまりずっと地上にいてるとすごく時間がかかっちゃうので。あー、しまった、あれ飛ぼうと思ったんだ。あーっと、44か、ちょっと危ない。さあ、ここはもう強制的に絶対に空を飛ばないといけない場所なんですけども、残りもう19、これ確実にダメだね、死んじゃうね。あ、1アップした、よかった。あー、落ちる。あー、もうちょっと先まで進めればな。これノーミスクリアとかすごいな、したことないな。さあ、こうやってね、ずっと空を飛んでると、もうそろそろかな、もうそろそろかな。あのオレンジのやつを倒さないとダメなのかな、こいつを。やばい、もうエネルギーがない。まただ、また落ちる、また落ちる。できる限り前に行こう。体力が少なすぎやしないか、これ。体力というかエネルギーか。やっぱあれだな、空飛ぶ前に80、90ぐらいエネルギー増やしておくべきだったな。やばい、もう11しかないよ。あ、来た、ボス。危ない。だ、助かった、残り10秒。ギリギリすぎるわ。いやー、そして舞台は宇宙に移るという、いいよね、この演出。ここは月かな、グラナダかな。これ絶対ね、マクロスとかね、合うと思うんですよね、 BGM。 音がないのが本当もったいないし寂しいわ。まあよかったらね、あの裏でマクロスの曲なんかをかけながらこのゲームを見ていただけるとね。まあ勝手に入れるのもどうかなと思うのでね、 BGM を。
そういう楽しみをね入れてもらえると、いやー、まあ宇宙とはまあ静かなもんだ。でもよくよく考えてみたら、あともう一個ぐらいエネルギー取ったら飛びましょうかね。さあ、ちーなんて数だ、一体いくつ出てくるんだ。出てこなければやられなかったのに。さあということで、次宇宙の大きな海に渡りましたけども、宇宙ではねこの状態だとねエネルギーが減らないんですよね。ここの演出はいいよね、なかなか。さあもうすぐだ、もうすぐだよ。さあ来るか、あまだか。さあもう一気に倒してしまいたいな。もうすぐボスに会えるよ意外とボスは強いんですよねこのゲーム。久しぶりにやってもねここまで来ること、あ来た、あ当たんない。もうあのビッグコアのあの光ってるところ、うわーしてきた当たったコングラチュレーション、ボーナス U、 あー分かんなかったね。さあということで、フォーメーション Z ね一周クリアしましたね。意外と好きだなこのゲームさあ続いてのゲームはこちらですね。1986年にこちらもジャレコから発売しましたアーガスですね。ではこちらやりたいと思います。スタート。まああれですね、50音順で一番最初に来るで有名なアーガスですけれども、私ねこのゲーム当時ファミコンで4番目か5番目ぐらいに買ってもらったソフトなんですよね。割と早い段階で、なのですごい記憶というか思い出に残ってる。結構 BGM がいいなっていう当時から思ってて、ただ難易度がね高い気がする。難しかったような。危ない危ない危ない。確かこのパネルを数を3枚ぐらい壊せばパワーアップしたはずなんだが壊せないなさあこのゲームね一体何がロボットものなんだと思いますけども、あ今影が出てますね。この影とこの影を合わせると来ましたよ、これかっこいいかっこいいけど前方がよくわかんないけど、戦隊もののロボットっぽいね。そうまあ時期がね、あ自分でこう操るって言っても、なんだろう、無敵状態になるだけなんですけどね。で、一定時間で終わってしまうので、うわー、危ね。そこはちょっと悲しいとこではあるんですが。あー、しまった。パワーアップする機会が少なすぎるよ。あ、無敵になりましたね、これで。無敵が多いな、やたらとこのゲーム。これもまた一定時間無敵なんですけども、さあボスやってきました。無敵の間に倒せてしまうっていうここ覚えてないな、これできるかな。このコード調整うまくやらないとダメだった確か。いけるかな。あーやっぱりかあれね、失敗するとせっかくパワーアップしても、まあ、残機は減らないんですけども、パワーアップがゼロに戻るっていう仕様なんですよね。そしてこのゲームなぜか偶数面と奇数面でね攻撃の仕方が変わるんですよね。奇数面だとねこんな感じのなんかピンボールのような球に変わるっていう。そしてここをね連続で打つと5000点入るっていうあーやっぱ2面になると急に難しくなるな。あぶねー。正直ねこれ横に広がってるのはいいんだけど連射ができないからきついっていう。あー取れないか。この L は破壊した数が多ければ多いほど最後ボーナスになるっていう、確かそういう仕様だったと思う。あ来た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 来ましたよ。よっしゃ
これが気持ちがいい。あー、これ破壊できないな。ダメだったな。まあでも結構気軽に手軽に遊べるシューティングという意味では本当にいいゲームだと思う。これはくっそ当たらない。おー、しよしよ、いけた。さあ次こそ。昔は簡単にやってたんだかな。絶対失敗なんかしなかったのに。さあ、あの線に合わせてゆっくりゆっくり。おお、いけた。一番喜んだこのゲームで。ロボットになった時より喜んじゃった。さあ続いてのゲームはこちらですね。1985年にデイビーソフトから出ましたボルガード2ですね。ではこちらやりたいと思います。まあ、このゲームもなかなかあれだよね、特徴的なゲームですよね。他のゲームとはまた違ったシューティングっていう。まあ何が違うかって、これね、右上の今04とかなってますけども、あれ体力ゲージなんですよね。なので体力が100発当たるまで死なないっていう。シューティング史上でも最強の体力を持った、そんな主人公ですね。で、弾を撃つとね、パワーがどんどん減っちゃうんで、最初はね、意外とこうやって体当たりで敵を倒していって、これぐらいであればいいかな。灰色のねやつが2つぐらい出るとこまで、これぐらいまで一応貯めとけばいいかな。で、この赤いやつ、地上物を破壊するとこうやって補給線が出てくるので、さあこれでまあレーザーを取りましたね。レーザーの体力の減り方というかパワーの減り方が尋常じゃない。これただこれがあるとすごい楽なんですよね。この辺のね、なんかね、HP 管理とかが意外とね、これ戦略的な要素が多くて、だから当時はね、そこまで思わなかったけど、意外と今やるとなかなか奥が深いゲームなんだなっていうのがすごくわかる。私はあんま進めないんですけどね、それでも。さあこれね、一応曲8方向っていうなってるんですね。ちゃんとそれぞれの武器に、なんか武器名というか歌があるらしいですね。レーザー強いぞレーザーとか、8方向8方向って、2号機ついたら6方向って、なんかそんなのがあるらしいですよ。嘘か本当か分かんないですけど、なんかネットにそんな書いてましたね。さあ2号機ついたらっていう話が今出ましたけども、よっ、それがよっ、まだ出てこないかな、もうちょっとかな。さあこの状態でボスかと思ったら、ボスは補給線かと思ったら違うのか。あ、2号機つきましたね、出ました。この状態で B ボタンを押すと、このようにね、変形するっていう。そして変形を解きたいときはジャンプして頂点でもう一回、おーしよし、補給補給。どん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 パワーアップしていく。結構さ、古いゲームなのにパワーアップがド派手というか。さあボスやってきましたね。
これね、ボスが現れるときは強制的に左上に行かされる、なぜか。さあ、ボスはね、この、なんか、ホコリみたいなのがついてますけども、あれを削っていく感じですね。まあ、体力は無駄にあるので、一応、それなりにかわしておけばいいかなっていう。それとなくね、攻撃かわしてれば、まあ、大体勝てますね。それでもやっぱ体力は多いな。ま、あ、さあこれで、ボス倒しましたね。さあ続いてのゲームはこちらですね。1986年、日本物産、日物ですねから発売いたしました、マグマックス、こちらのゲームをやりたいと思います。それではスタート。ここのね曲ね、ちょっとかっこいいよね。なんかアニメ、ロボアニメっぽいっていう。でもここなんかね、ちょっとハイキングっぽい感じに急に変わるっていう。曲調がガラッと変わるんですよね、このゲーム。さあこのゲームなんですけれども、まあもともとアーケードで発売した、アーケードで出てたゲームのね、あの家庭用移植ということなんですが、何がロボットかっていうと、これパーツがあるんですが、このパーツを取るとね、こういう感じで、ロボットに変形というか、まあ、合体していくっていう、まあイデオンのような感じですよね、わかりやすく言うと。でかと思いきやこのね、イデオンのね、イデオンガンみたいなやつがあるんですよ。でもどれぐらい威力あるのかなと思ってボタンを押してみると、射程短いっていう、これこれイデオンみたいにさ、実はもうその星をぶっ潰すとは言わないけどさ、せめてなんか遥か彼方向こうまで届くのかなと思いきや、もうほんとちょっとさ、足伸ばしたぐらいの距離しか届かないっていう。まあそれでもね、こうやってこうパワーアップどん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 していって、じゃあまあ足がないのかっていうと、まあもちろん足もありまして、ここちょっとね、なぜかまあやたらと胴体のパーツばっか出るんですけども、足だけねやたら出ないあ、出た、出ましたね。さあ合体するとね、これなぜか知らないけど、イデオンガンのようなこの波動砲が下に向かって落ちていくっていう、前に飛ばないのこれいやただね、これロボットの巨大感はかっこいいと思うんですよ。それはねすごくいいと思うんですけど、いかんせん距離がね短すぎる。さっきからね、灰色のこのこれ穴のようなやつがありますが、ここに入るとこの後地下に移動するんですね。で地下に移動するとね、これものすごいなんかこの威力を発揮するっていうんですか、ロボットの合体した。ただ弱点があって、地下にいるとね、この体全部が当たり判定に変わるんですよね。だからまあ攻撃力を取るなら地下で、まあなんでしょうね、ちょっとこう避けやすいような感じでいく。あ、頭が取れて非常にシュールな感じになっちゃった。見ようによってはマクロスのガウォークに見えなくもな、あーボコボコだこれ。さあまあ足なんか飾りですよ、偉い人にはそれが分からんのですよ、なんていう名台詞がありますけども、まさかその逆、足だけになるとはね。じゃあ今1アップしましたね。まあせっかくなんで、しばらくちょっとこの地下にいる状態で、頑張っていこうかなと。まあ、ちなみにこのゲームは日本物産のファミコン参入第1弾のソフトですね。あ、出ましたねボス、まあ、なかなかの巨大感があってかっこいいってのかまあ迫力あるんじゃないかなと。ただひたすら弱いんですけどねボス。さあこれでステージ2クリアですね。お、敵の攻撃が少なくなってきたってことは、おお、とうとう敵の基地に上陸ですよなんかあっさりと上陸できたけど
これやっぱあれですね、上に上がってる時の方が当たり判定はまだちっちゃくていいですね。ラスボスか、来ましたねラスボス。ラスボス一緒ラスボスステージ2と一緒。そして敵も当たり判定が大きいから弱いっていうさあこれで、ラスボスを倒しましたね。さあオリジナルロボットが出るファミコンのシューティングもこちらのゲームが最後になりますね。最後のゲームはテクザ、こちらやってみたいと思います。相変わらずね BGM 本当にいいよね本当にこの BGM すごい好きなんですよね。さあこのゲームね、まあ、以前あのスクエア特集でも出ましたけれども、まあ、発売したのはスクエアということですけども、まあ、元はですねゲームアーツ の、 あのパソコンのゲームですね。で非常にねパソコン版は人気があったんですけども、まあ、それに引き換えというわけではないですが、ファミコン版はあまりいい評価ではないんですよね。まあ、BGM はねいいんですが、そのパソコン版と比べてじゃあ何が良くなかったのかというとですね、まずあのこの敵を攻撃するとき、このなんかねピョコ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 ね いっぱい弾が出てますけども、これがそのパソコン版だとこの一直線伸びたレーザーがね敵に向かってこう攻撃されるというのが、それがなんかねすごい見た目がかっこよかったんですよ。で、まあ、爽快感もあるっていう。でさらにですね、キャラの大きさもうやっぱりこれ半分ぐらいになっちゃったのかな確か、まあ、そういうところが特に響いたっていうのがあって、でまあがっかり移植っていう風に言われておりますね。で私ねちょっとどんだけじゃ違うのかっていうのを気になって、今回実はねこう調べた結果、あのプレイステーション3でテクザのリメイクが出てたんですよ。でそこのリメイク特典でなんかそのリメイク版だけじゃなくてパソコンのオリジナルテクザが入ってるらしいんですよね。なのでちょっと今回ねそれを購入したんで、そちらの方も見ていただこうかなというふうに思います。ではまずこのステージ1をこのままクリアしましょうか。さあここをおっと抜けると、さあこれで、ステージ、1クリアで、続いてステージ2に行きます。では、この後このままですね、パソコン版のテクザ見ていただきたいと思います。さあそれではですね、こちらプレイステーション3でダウンロード専用で、発売されましたテグザネオですね、まあ、確か PSP とビータ版もあるのかな、こちらの方のこのクラシックモード、まあ、右下にオリジナル版を再現したゲームモードでプレイしますとなっておりますが、これがいわゆる PC 版オリジナル版なので、こちらちょっとやってみたいと思います。さあこれ、ね、タイトル画面がねカットされてるっていうのがちょっと残念なんですけども、あと別の部分ちょっといろいろ細かいところはカットされてるのかな。ただ基本的な流れとしてはもうほとんど、忠実に再現されてるということらしいですね。まあこれを見ていただければどうでしょうかね、このゲームを期待して買ってファミコン版をがっかりしたっていうのも、まあ確かにわからなくはないかなと。やっぱりねこのロボットのレーザーってちょっと一つのロマンみたいなところがあるけども、これやっぱかっこいいよねこっちの方は。それと比べるとやっぱりファミコン版はあまりにもレーザーというものではなさすぎたっていうのもあるから、まあ、BGM に関しては正直なんかこう甲乙つけがたいなっていう気もするな。ファミコン版はファミコン版ですごいなんかいい、ちょっとアレンジ入ってるような気もするけどもね、いい感じで使
作ってるので、ただやっぱこのキャラの ここの爽快感いいね。これここ敵が多い時はやっぱり全然こっちの方がかっこいいなと思う。それはわかるわ。これちょっとおーおーおー当てにくい。ここを破壊していけばエネルギータンクをスッと取れるようになるということかな。たださ、これビーム打ってるだけでエネルギー減ってない気のせい？減ってるよね、どう考えても。こっからいけないのかな？いけないか。まあ、この時代にさ、こういう変形ロボットを見せられるとやっぱロボ好きの人たちはすごい嬉しかっただろうなって思うもんね。これはわかるわ気持ちは。よっ、さあここをまっすぐ行けばこれでステージ1クリアですね。マップの形もなんか全然違う感じとなっておりますけども、まあこちらが、オリジナルテグザーとなっておりますね。まあ今回ついでですから、最初にちょっとね軽く紹介したリメイク版のテグザ、そちらの方もよかったらねちょっと見ていただこうかなというふうに思います。さあそれではね、この一人用のゲームモードでプレイしますとなっているシングルプレイ、こちら選びたいと思います。さあ出ましたね、これがリメイク版のテグザですね。かっけえな随分と。これはなんかあれだね、正統派のリメイク進化って感じがすごいするね。まあね、何でもそのリメイクすればいいってもんではないとは思うんですけども、でまあやっぱりドットの良さっていうのもたくさんあると思うんですけども、ただこれに関してはこっちの方がいいかな。これが一番かっこいいかな身も蓋もないこと言っちゃうけど、でバリア貼るとねちゃんとこれバリアの形が出るんですね。他のやつは出ないやつが多いんですけども、でマップの形は基本的には PC 版にこう準じてるというか、 PC 版のマップでこちら作られてますね。形はだから基本同じ形をしてる。さあここの敵が多いとこなんかはいいね、レーザーが冴え渡る。でここもね、さっきはねレーザーがやたら当てにくかったけども、非常に照準が、自動照準がねこう効いてて当てやすいっていう、これはいいリメイクだな。さああとはここを下に降りていけば同じようにクリアですね。クリアのこの感じもまたちょっとかっこいい。これでステージ1クリアと、そういうことですね。さあということで、今回ねこのなんかテグザー特集みたいになっちゃいましたけれども、ファミコンで発売したオリジナルロボットが出るシューティング特集、ここまでご覧いただきましてありがとうございます。次の動画もねまたよかったら見ていただけると嬉しいなと思います。ということでここまで私バッケンがお送りいたしました。ではではバイバーイ。